田中康文2月11日台は、日本の政治家、弁護士、通算官僚、自由民主党所属の衆議院議員、第97代国家公安委員会委員長、国土強靭化担当大臣、労働問題担当大臣、内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣、衆議院国家基本政策委員長、予算委員長、自民党青年局長、 自民党幹事長代理、自民党を党、政治制度改革実行本部長、自由民主行政改革推進本部長を歴任。岐阜県大垣市で生まれ、小学校5年生から中学校2年生まで、西ドイツで生活。東京学芸大学附属高等学校、東京大学法学部第一類卒業。 東大在学中の1986年国家公務員試験哀愁及び司法試験に合格。1987年に東大法学部第一類を卒業して通商産業省へ入省。同期に伊豆田博彦新潟県知事。在職中に司法研修所へ出向して司法収集修習を終了。1993年1月に通商産業省を退官。 2月に弁護士登録して大垣市内で法律事務所を開設。1993年7月の第40回衆議院議員総選挙に旧岐阜1区から無所属で立候補したが得票数7位で落選。1996年の第41回衆議院議員総選挙に自由民主党公認で岐阜2区から立候補して初当選。以降2017年の 第48回衆議院議員総選挙まですべて小選挙区で連続8選。2002年2月に自民党青年局長10月に行政改革推進本部幹事に就任。2004年9月に第2次小泉改造内閣で内閣府特命担当大臣合わせて情報通信技術担当大臣に就任し当選3回で初入閣。 2005年7月に内閣府特命担当大臣の補職事例。2009年2月に半年間総会に欠席し続けた平成研究会を退会し、無派閥となる。2012年10月に自民党総裁を退任した谷垣定一を中心に谷垣を支持する川崎次郎や相沢一郎、中谷元らが旗揚げした政策研究会。 有林会の結成に参加した。2014年9月に自民党幹事長代理に就任。2016年9月に衆議院国家基本政策委員長に就任。2017年5月に麻生派、三党派と合流する新派閥に参加するため、佐藤つとと共に新グループ、天元会を設立し、有林会を離脱した。後に新派閥試行会に参加。 2019年10月に衆議院に予算委員長に就任。2021年6月25日、同年8月に行われる横浜市長選挙立候補準備のため辞任したおこのぎ八郎の公認として国家公安委員会委員長兼内閣府、特命担当大臣に同日付で就任した。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で休戦。 ありがとうございます。